ドイツ連邦内の核両方と帝国自由都市フランクフルトに集まった核、加盟諸法の君主たちドイツ連邦、またはドイツ同盟は、旧進性ローマ帝国を構成していたドイツの35の両方と4つの帝国自由都市との連合体。1815年のウィリン議定書に基づき、オーストリア帝国を名手として発足、1866年の広島戦争の プロイセン王国の勝利をもって解消された。ドイツ連邦は、あくまでも、複数の主権国家の連合体、つまり、国家連合であり、連邦国家でない。そのため、ドイツ連合や、ドイツ国家連合などとも訳される。ドイツ連邦は、ライン同盟の解体を受け、ウィーン会議を経て1815年6月8日の、ドイツ連邦規約に基づいて成立した。約第条では、 帝国郵便を営んできたトゥルンウンとタクシス家の事業存続権が保障された。オーストリア帝国、プロイセン王国、4つの帝国自由都市など39の両方が同盟を構成した。なお、旧新生ローマ帝国の領域を範囲としたため、オーストリア及びプロイセンの領土は連邦の内と外にまたがっていた。それまで新生ローマ皇帝が司さどってきた。 ドイツ全体に関わる懸案の審議と議決を目的に、フランクフルトに連邦議会が常設された。軍隊、警察、関税は構成国の主権に属した。連邦議会の議員は、諸方の普通選挙で選ばれた、管理、大学教員等の市民階級の代表が務めた。プロイセンのビスマルクも、その一人であった。1848年の3月革命によって、 存続を危ぶまれたが、1849年に復活した。しかし、1866年の広島戦争に勝利したプロイセンは、ドイツ連邦を解消。翌1867年プロイセンは来た、ドイツ連邦を成立させ、ドイツ統一の主導権を握り、後のドイツ帝国の母体とした。ドイチャバンドは、アメリカ合衆国のような連邦国家ではなく、 国家の緩やかな連合体であるため、ドイツ連邦という訳語は問題があるとする考えもある。連邦国家でないものをドイツ連邦と称するのは本来的にミスリーディングであり、ドイツ同盟と訳す方が望ましいとする。また、訳語に用いられる他の例としては、ドイツ連合やドイツ国家連合などがある。自由な協定によって、 別の条約が締結されないならば、トゥルンウントタクシス効果は、1803年2月25日の帝国代表者会議主要決議あるいはその後の条約によって確認された、連邦諸国における郵便の所有と利益を保持する。あらゆる場合において、先の帝国代表者会議主要決議の第13条により、タクシス効果には郵便の委託、 または適切な保障に基づく権利と要求が保障される。1803年以来、帝国代表社会議主要決議の内容に反して、郵便の廃止がすでに起こったところでも、その保障が条約によって、まだ決定的に取り決められていない限り、このことは適用される。1837年まで君主はイギリス国王、1864年まで君主はデンマーク国王。 以後は、オーストリアとプロイセンの共同管理君主は、オランダ国王、ドイツ同盟を用いる例に、イェリネク、一般国家学、学用書房や、クリキトシオ、19世紀ドイツ憲法理論の研究など、ドイツ連合を用いる例に、小畑薫、国際法の主体、国際法第五版松井義夫ほか、有比閣。ドイツ国家連合を用いる例に、福田浩二、 国際行政学国際公益と国際公共政策有比較、ありがとうございます。